皆さんこんにちは。こういう大きな数字が出たときは、まずこの数字をちょっと調べてみる必要がありますね。この数字はですね、2023だから2で割れない。3でも割れない。5でも割れない。7、2023の7だったら、え、ー 14623で56ですねだから63で9ですか7で割れますねこれはどうでしょう289っていうのはあ7でも割れないですね 九十十一ですか十三十七十七でえ一一九七十七の二乗ですね。するとこれがえ七、ー、のえ十、ー、七の二乗と。 だから17のスクエアルート7だということになりますね。で、これがですね、整数のスクエアルート、スクエアルートこれが足し算がスクエアルート7になるっていうのは、a がスクエアルート7を含んでいなきゃ、 いけないっていうことですね。で、b もスクエアルート7を含んでなきゃいけないと。そう考えると、これはスクエアルート7の、え、 これスクエア取らなくてもスクエアルート7になりますね a プラススクエアルート7の b がスクエアルート7の17の2乗、a a、逆だ17のスクエアルート7ということでこれが消えて AB がその整数であってもですねこれでこの AB が整数になるとこの AB を2乗してえ7をかければいいということですねじゃあ AB はですね A プラス B はえ17ですから これ正正の整数ということで、えー、たくさんありますね。正の整数だからゼロを入れないで、えー、a、b の組み合わせというのは116点点点1点点点 16, 16これすべて OK ですね。これで成り立ちますね。 ということは A と B はこの2乗に7をかけたもの計算大変ですがこれすべて回答になりますねでこの AB が足したのがあ17であればその二乗をかける七で、えー ルート A プラスルート B がえ17ルート7になるということで合ってますね。だから回答はこれ全部回答になるということです。今日はここまで。えー、今日の単語はですね、インターセクト、インターセクトって言うのを交差するということですね。で幾何学なんかでもですね、この垂直の線が このラインに交差しますというのは This line intersect that line o r t h o g 9 0度で直角にということでオーソゴナリと言いますねえそれからえもう一つは i n t e r v e e n i n t e r v e というのは間には入る割り込むということでえー、えー My friends, t o f my friends started fighting。二人友達が、uh, a, 喧嘩を始めたと。I immediately intervened them、uh,。すぐに中に入って and stop the fighting。戦い喧嘩をやめさせようと、uh, したということですね。